ウィリアム・ピーターセンはアメリカ合衆国イリノイ州出身の俳優。父親はデンマーク系、母親はドイツ系。アイダホ州立大学在学中に演技に目覚め、大学を中退してスペインで演技を学ぶ。シカゴでステッペンウルフシアターカンパニーの舞台に立ったり、リメインズシアターアンサンブルという劇団を共同で設立するなど活発に活動する。 1986年、ケージ・グラハム、凍りついた欲望で、主人公のウィル・グレアムを演じ注目される。その後は、テレビ出演が多いが、特に2000年から始まった、CSI、科学捜査班では、捜査班主任のギル・クリスソムを演じている。自身の制作会社ハイホースを持ち、CSI、科学捜査班では、プロデュースも手掛けている。2008年、 今後舞台などに専念するため CSI 科学捜査班の旧シーズンを最後にレギュラー出演者としては降板することが発表された。必要であればゲストとして出演しエグゼクティブプロデューサーとしても CSI には関わっていくという。2009年2月3日、米ハリウッドの伝道、ハリウッドウォークオブフェーム入りを果たした。 1974年に結婚し1975年に娘が生まれるが1981年に離婚。2003年に再婚し2011年に双子が生まれた。ありがとうございます。